Hey everyone, this is Kei from Asian Boss. The Japanese anime Naruto is one of the most popular and influential anime series in the world. But have you ever wondered how accurate Naruto's representation of ninjutsu techniques really is? A while ago, Asian Boss had a chance to meet and talk with one of the last remaining ninjas in Japan. We got to ask him a lot of burning questions then. But here is what we didn't get to ask him. Just how realistic is Naruto? So today we're gonna go see him again and get him to react to Naruto. If this doesn't set the internet on fire, we don't know what will. But first, we want to give a shout out to NordVPN for sponsoring this video. If you don't know what VPN is, it gives you complete privacy protection online so that you can become your own ninja online in stealth mode. No one will know what you do on the internet, and you can watch YouTube and Netflix even from the countries where YouTube might be banned. We use it ourselves and worked out a great deal for you, so make sure you watch the video to the end to find out. Okay, are you guys ready to see some real ninja stuff? Let's go! またお会いできて嬉しいです。こちらこそね、久方ぶりなのでですね、はい、なんか前回ご出演いただいて、もう川上先生の大ファンがいっぱい増えて、すごい反響だったんですよ。ありがとうございます。視聴回数もすごくて、それについてはどう感じますか？いや、私そういう方面がね、疎くてね、よくわかんないんですけどもまあいろいろ理解していただいて、まあ見ていただけるというのはありがたいことですね。川上先生といえば、日本の人からもそうだし、世界中の人たちから最後の忍者として、それはなんでそういうふうに知られているのかをちょっと教えていただけますか？まあ、あの小学校入る前ということで、まあ、6歳ぐらいにですね、まあ、出会いがあって、私仙台、たまたま出会ったという認識のもとにね、そこで、まあ、遊びのような形で、忍びの術というのにこう関わってきたと。なんかなぜ忍者の存在っていうのはたくさんの人々、特に海外の人たちからの憧れが結構強いと思うんですよ。そうですね。それって何の影響なんですかね？やはり映画とか日本のアニメとかね、そういったものをご覧になって、そして忍者って なんとなくかっこいい、なんかミステリアスでロマンが分かんない存在だと。たくさんの映画とかアニメとか漫画とか、でもその中でも今本当に一番人気な、世界中で知られているものってナルトかなって思うんですけど、見たり聞いたりしたことってありますか？でもそのナルトという話はね、もう世界中のいろんな方からお聞きするんですが、私の知る範囲のね、はい、内容は私全くわからないです。ちなみにこれもあのナルトのもうらしいですよね。そうなんですよ。その渦巻、あ、そう、渦巻ナルトって名前なんですよ。初めてかもしれないんですけど、ナルトのに出てくる、まあワンシーンを、そこに出てくる内容がどれだけ本物の忍者目線で見たら正確なのかをちょっと一緒に見ていっていただこうと思うんですけど。面白いですね。あ、準備はよろしいですか？いいですよ。はい、じゃあ早速、一つ目、ああ、いいじゃないですか。あ、かっこよかったですか？あ、かっこいいですね。あ、本当ですか？ええー、忍者が、まあ、印を結んだら、ね、実際に今みたいに火が出るものなんですか？それはないでしょ。すいません、ちょっと分かってて聞いちゃう。ありえないですよね。何だったら出ますか、あれやった後に？あのね、火を吹く道具がありましてね、でも本当にそんなものをね、実際忍びの方がやったかどうかは分からないです。例えばそういうふうに、まあ、非科学な的な時代ですからね、そういう不思議な存在のように見せるためにそういうことをやるということはね、あり得るわけですね。じゃあやっぱその本物の忍者ももちろん因は結ぶもの。そうそう、それはもう心得としてやっていくものですね。神様にお祈りするために。そうだ、神仏にこう、まあ、消えし救ってもらう、助けてもらう、守ってもらおうという、要するに敵地行くわけですから、
死ぬと困るからね、まあ、護身法ということ。あ、じゃあ本当にそれでドラゴンとか変え、なんか呼ぶわけではないんですか？それは全然ないですね。あ、なるほどね。武器についての戦いのシーンの動画があるので、うん、見ていただいてもいいですか？はい、すいません、はい、なかなか面白い面白いですか、はいはい、実際になんかピョンピョン投げて、うん、なんか手裏剣投げてましたよね。投げるっていうか打つっていうか分かんないんですけども、やってましたけどね。変な持ち方してたから。あ、そうなんですね、川上先生の知ってる持ち方とは全然違いますね。でもなんか忍者の方々って実際にジャンプしながら区内とか手裏剣をピョンピョン投げたりするものなんですか？いや、まずほとんどないでしょうね。うん、邪魔になるしね、それだけの効果がないし、うん、目立つしですね、どうやって所持するかとかいろいろ問題の方が多いですよね。まず持つとすればね、まさかの時の護身用ぐらいのものですよね。でもそれなら他にも効果的なものがあるので、その辺の石ころの方が使い勝手がいいということになりますよね。今の動画みたいにその忍者が投げる区内を爆発させることっていうのはできるんですか？うん、それ一応ね、火薬をそれを仕込んでね、手裏剣とかそういったものに仕込んで、だから導火線つけてある時間来たら、まあ、バンと、そういうものは、うん、可能ということですよね。川上先生はその手裏剣にを爆発させたこととか、区内を投げて爆発させたことは、練習にはまあやることはありましたよね。それはまあ、そんな大したことじゃなくて誰でもできますよね。調合してそこに仕込めばいいだけの話ですね。じゃあなんかその区内って投げる武器として一番使われるものなんですか？いやいやいや、区内は穴掘るのが、まあ、メインですよね。え、穴を掘る。スコップってことですか？まあ、スコップにはなるようなものではないんですけども、例えば壁に穴開けてね、そこから侵入する、それとかこう石垣とか木に打ち込んでね、でそれを足がかり手がかりして登っていくとかですね。手裏剣って例えばとか、それから何もないところにポンって投げるのって大丈夫ですか？そんなの大丈夫ですかね。立ち木にね。ありがとうございます。え、じゃあぜひお願いします。はい、一番基本はまた手にやると、おお、一つは残さないといけない。え、なんでですか？これ何もなってくると敵が来るでしょ。手に持ってればこれで攻撃する。それがまあ手裏剣術の基本ですね。そうなんですね。あと、まあこう斜めから投げてみちゃダメですか？あ、どうぞ。いいですか？怖い。はい、そして縦にやっていただいて。ああ、惜しい。難しいですね。まあ、ちょっといいとこ行ったでしょ、うんうん、でも手に持ってないから攻撃されたらダメですね。そうか、約束忘れてました、うん、全部やってしまうとえ、もう一個なんかすごい恐ろしい武器っぽいやつ見つけちゃったんですけど、あ、これは皆さんよくご存知の鎖鎌ですね。忍者がこんなものを持ってるとね、身だって知らないし、あ、持ち運びがもう不便でしょ。確かになりますよね。だからそういう忍者が使ったというような部分ではないんですよね。これは誰が使ったものなんですか？侍の武器。だから鎖鎌術という、まあ、鎌術とですね、鎌とか鎖を使ったその武術。相手にボン立てたりね、はい、これでこう刀を絡んだり、首絞めたりね、でこれでそのまま手切ったり足切ったり、頭をバクッと割ったり、まあ、いろいろそういうその攻撃と防御に使う。すごい。でもこっちなんかやっぱり侍っていうよりも忍者ってイメージですね。うん、イメージ的にはね、うん、でも忍者の武器にしてはこんなものは目立ってしゃあないし、持ち運びできないし、汎用性がないようにですね、忍べないですもんね、それ持ってたら、うん、そうですね、こういう
がってるところ、はい、それでね、こういう。じゃあちょっともう一本見ていただきたいものがあるんですけど、はい、ああっていう、うん、どうですか今の話。いや、いいじゃないですか。あ、本当ですか。結構いいと思いますよ。あ、じゃあこれはリアルなんですか。だから体をこう手を振ったりね、体ひねらない、ずっと振ってると疲れてしまう、余分なところまで。だからできるだけ前に動かない、それをやってましたよね。あの下をこう前傾になってる、うん、いうことはあの重心の移動なんですよね。重心が前に来てそのまま進んでるということだけなんですよね。これはもうそのズバリですよね。あの疲労しにくく、もうちょっとでも無駄な疲れを省くことも忍者の役割なんですか。そうですね、方法、まあ早道とかね、早足とかいうような名前で忍びのものを呼んでたところもあるぐらいですね。やっぱりその馬に乗るか歩いていくか走るかしかないわけですよね、昔は。その時にいかに効率的に動くかということですから、そういう目に理にかなった方法ですよね。じゃあナルトランは本物だったんですね。うん、あれ見てね、うん、驚きました。かなり誇張はされてるけども、あ、うん、そういうのは全然あのおかしくないということですね。今ちなみに娘さんとかお孫さんっていらっしゃるんですか。いや、娘が、あ、娘さんが、うん、保育所行った。保育所の先生ですか。いや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 、娘が4歳です。え、娘さん4歳なんですか。そうです。え、びっくりでしょ。はい、その方がびっくりかもわからない。この動画で一番のびっくりかも。え、70歳ですね。そうそうそう。奥さんってなおいくつなんですか。33ですね。すごいですね。いやいやいや、さすがなんか忍者だとやっぱりいろいろと若いんですね。え、じゃあその娘さんとかがナルト面白い見たいって言ったら映画とか連れてってあげますか。うん、まあ今のところ言ってないけど、忍者好きだとか忍者なるとか言ってますね。あ、まあ、そうなんですね。子供が好きなんですね。まあ、今回のクリップを見ていただいて、改めてナルトについてどう思いましたか。アニメはね、戦うイメージとしての忍者像だと思うんですよね。でも本来の忍者っていうのは戦いを避けるという、できるだけ目立たない自然のままにね、そこら辺にある三尖草木のように自然にいると。だから派手に立ち回ったりするのは良くないけども、でもまあ描かれ方としてはね、全くの無茶苦茶なことを作ってるわけじゃなくて、その活動の一部を古代な表現をされて取り上げてるんだなというふうには思いますよね。川上先生の今後のプランはどんなもので、はい、またまだ成し遂げたいことがあるとしたらどんなことで。まあ、世界中、国の内外なんですが、まあ、普及を含めて、皆さんにこう挑戦していただけるような形をということが、まあ、私のあと余生ですよね。うん、まあ、10年ぐらい経つともう十分劣れると思いますがね、まあ、10年はまあまあなんとか現状ぐらいでなんとか行きたいなというふうに考えてます。ありがとうございました。こちらこそ、もう大したことやってませんので。We want to thank Junichi Kawakami for being a good sport and hope you guys got some interesting insight out of this video. Now we want to give you the special deal that we made with NordVPN. By using a VPN, you can enjoy your online privacy and freedom to access anything, anywhere, anytime. Because our Asian boss teams operate in so many different countries, we often rely on VPN to get access to social media that is banned in some countries. If you want the same online freedom we enjoy to engage with members of our Asian boss community from all over the world, you will need to use a VPN. And NordVPN is one of the best in the business. You can sign up and get 70% off if you use our link www.nordvpn.com/asianboss in the description. And if you use our coupon code, you get one additional month for free as well. In short, you get to secure your online privacy for the price of a cup of coffee per month. So please try it. Again, thanks for watching. And stay curious.